平原浩太、新田を様子見ながら先行サッカー、残り2周の赤門です。インから3番の新田雄大、外が1番の五冠新一、あとは3番手6番8番混戦です。そして4番の池田、後ろから柴崎が来ました。さあ中部で上がっていく5番の柴崎先頭、満点山口浩二、山田雄二まで出た。9番の平原が4番手、インを作って3番の新田、新田雄大がインから仕掛ける、インからフルスッと新田雄大、番手の内側まで行った。山口が外、先頭5番の柴崎先頭です。番手は3番2番、あとも6番7番と本戦だ。そして9番の平原豪太、平原の後ろには4番の池田が入っている。5番がちょっと遅れてしまっている。巻きていく9番の平原巻きていく、その後ろから4番の池田も続いていく。5番の柴崎先頭だ、並んできた平原、後ろから4番の池田、5番が来た、5番と8番の中谷、渾身の中に五冠した、五冠スリンチが先頭に勝った、後ろから中谷さん五冠です。1番8番。